選べれるから、こう量で調節できるから好き。いや、辛いの大丈夫じゃないよ、全然。辛いの強いのはね、舞ちゃんが強い。ドラフト生で一回汁なし担々麺を食べに行った時に、私とおきちゃんがもう子供用でめっちゃ辛くてもだえてたけど、その横で舞ちゃんはなんか2辛か4辛だったか忘れたけど、結構辛いの食べてました。関東生はチャーシューつけ麺って、あ、じゃあ広島だけなのかな、このつけ麺は。めっちゃ美味しいんだよね、みんなに食べてもらいたい。あんまり辛いの入れないから大丈夫なだけ。ココイチは一番辛くないやつにしました。ひでぽんありがとう。一番辛くないやつにしました。おきちゃんはプラスで甘くしてました。なんか何辛とかってプラスでできるじゃないですか、ココイチって。でも何甘とかもできるんですよ。生甘だったかな、忘れた。なんかすごい甘くする人もいるんだって思った。夜はトッピング何にしたかな、忘れちゃった。STU とココイチさんがコラボしてる時に行ったんですよね。そう、なん甘とかできるらしい。いや、私はカレーは甘い方が好き。甘口が好き。そう、ココイチって一からでも辛いんだね。私カレーをそのココイチさんに食べに行ったことがなくって、それで STU がやってるっていうのを知って行ったんだけど、一からでも全然辛い。そう、コラボあったんですよ。しかも食べに行った時に STU のメンバーってバレて、ドラフト生で食べに行ったんだけど、普通に STU のメンバーってバレちゃって、 STU さんですよねみたいな、コラボしててさ、コラボしてる STU のところに自分たちで食べに行ってるのバレて、しかもめっちゃ写真とか撮ってたのね。なんかそれでバレちゃって、そう、写真とか撮ってたから多分バレたんだと思う。メンバーさんだろうなーみたいな。で、なんかお土産みたいなのくれました、店員の方が。ゆうせさんありがとう。そう、恥ずかしかった。めっちゃ初期の頃だよ、これも。いつだろう、結構前だよね、 STU がコラボしてたのね。また食べに来てくださいみたいな感じで、いい店員さんですごく嬉しかった。また行きます、ココイチ。そう、あれは恥ずかしかったな、普通に。めっちゃ写真撮ったりしてたからな。もう最近「風を待つ」をね、レッスンでいっぱいやりすぎてね、頭から離れなくって。そう、ココイチって割となんか辛めに作ってあるらしくって、それを知らなくって、まあでもノーカラにしといてよかったと思って。ロマンスかくれんぼは懐かしいね。コンテンポラリーダンス難しい。なんかでも一回覚えたらめっちゃ楽しい、できるようになったらって感じ。意外にそんなね、なんか難しそうって見えるけど、覚えたら全然いける。サインとか当たるのあったんだ、ここいつ。足と手両方上げる、どこだろう。
校は公園でやらないのかしら。え、わからん、どうなんやろね。でもいつかやりたいよね。だチャリティーみたいな全員参加のねやつとかあったらいいのにね。あのさ、皆さん尾道って行ったことあります？私もともと尾道が大好きで、あのプライベートでめっちゃ尾道に行ってたんですよ。で、あの友達とかとめっちゃ好きで尾道が行ってて、メールでも結構送ったりしてたんですけど、あのすっごいきついんですよ、あの段差が、階段が。りょうぴょんありがとう。はつみさん、ちさきちゃんありがとう。 STU のゆらりんことゆらあかりです、ありがとう。あの私はファンの方が、あの広島に行くとしたらどこがおすすめって言われたら、まあ、宮島か尾道か鞆の浦っていう風に言ってるんですけど、あのその尾道の階段とか坂って本当にめちゃめちゃ急で、あの千光寺に登るときはロープウェイを使うんですけど、私ロープウェイ使わずに歩いて千光寺まで登ったことがあるんですけど、もう本当にね大変なの、歩いて上がるの。それを MV で踊りながらみんな上がって、しかも MV ってことは何十回も撮り直ししてるじゃんか、絶対大変だっただろうなと思って。ラーメン有名だよね、尾道ラーメン、周華園じゃん。え、宮島って市内からそんなに遠くないですよ。尾道とかの方がよっぽど遠いですよ。アットマークありがとう。あ、そう、行きはロープウェイで帰りは徒歩とかの方がね全然いいと思う。本当に行きをね、あの歩いて登ろうとすると途中からしんどくなってもロープウェイ慣れないから、もう最後まで登るしかなくて、もう本当にしんどかった。アイスモノコ私の湯知らなかった。私3回、人生で 3,4 回ぐらい遊びに行ってるんですけど、尾道アイスモノコ分かんなかった。餅の山本はね好きだよ。直樹さん、はつみさんありがとうございます。 STU のゆらりんことゆらあかりです。STU のね MV に結構割とあの尾道が来ることが多く、あの使われることが多くって、それになんか景色とかもめっちゃいいんですよ。なんか昔ながらの街並み的な感じで楽しめると思う。なんか私はあのお昼頃に登り始めて時間がかかりすぎて夕方になっちゃって、あのもうお店も閉まってて、上に着いた時にはアイスも食べれなかった。暗闇も尾道あるしね。そう、尾道はでも STU 以外でも結構ロケ地とかになったり、なんだったっけな、月9本田翼さんと福士蒼汰さんの月9みたいなのロケ地になったりもしてたらしい。竹原ってあれ、神楽とかが有名なところかな。そう、尾道はぜひ行ってもらいたいですね。私尾道はね結構行ったことあって、写真もね結構メールで送ったりしてるんだよね。暗闇にもあのちょっとね尾道ね出てるんですよ。いつ行ったかな尾道、春頃に行ったのかな私。 あったこれだ、尾道。なんかね街並みがとにかく可愛くって、なんかこういうレトロな感じの街並みなんですよ尾道。とかなんかこれはね、あのインスタ映えってやつですよ、いわゆる女子がよく行くやつ。なんかカフェなんだけど、ちょっと可愛くて有名ここのカフェ。あとは五千光寺、あ、ここ STU のさ、多分ジャケ写とかも撮られてたと思う、この踏切のところとか。
とは、あとはなんか千光寺の上からの景色もめっちゃよくって、もう私がね登り終わった時は夕方になっちゃってたんですけど、なんかこんな感じで、ちょっとこれ画質伝わんないけど、めっちゃ綺麗なんですよ。とりあえずやばいのです。ただ、みんなロープウェイで登るんだけど、ロープウェイで登らなかった歩いた人だけが行ける、なんかその坂道の途中にあるカフェとかもめっちゃおしゃれで、だからぜひね、行きはロープウェイで登って帰りは歩いて帰るとかがすごいいいかもしれない。この道おすすめです、めちゃめちゃ。なめなめタコ、ありがとう。おしゃれだね。鞆の浦もめっちゃ昔にね、家族で一回なんか温泉旅館みたいなところに家族で行ったことがあって、でもその写真昔すぎてないかもしれないんだけど、行ったことがあってすごい良かったです。鞆の浦ちょうどその時なんかドラマのあれやってて、ロケ地になってて、めっちゃ有名な方が出てたやつ、何だったっけな、すごい人多かったその時。あ、時かけも尾道なんだ。え、そうなんだ、それは知らなかった。でも本当に尾道は猫の町って言われるのも分かるくらい、登ってたら千光寺に向かって本当に猫にねめちゃめちゃ合う、野良猫なんだけどみんなねおとなしくて可愛いんですよ。ケニーだよ、ホイさん、ありがとう。道後温泉も行ったことある。道後温泉も行ったことあるよ。道後温泉は ST になってから友達と一緒にね行った。愛媛の街はいろんなものがオレンジなんだなって思った。電車とかバスとかもオレンジで、みかん意識してるのかなって。 白玉さん、ありがとう。あ、そう、鞆の浦はポニョ、そうポニョは鞆の浦です。ぜひ行ってもらいたいですね。なんか買い物とかそういうのがしたいんだったら広島よりも都会に行った方が絶対楽しいけど、風景とかなんか美味しいものとか綺麗なものとかね、そういうものを求めるときはね、食べ歩きとかめっちゃ広島おすすめなところいっぱいあります。お茶列車写真撮ってよ。佐藤さん、ありがとう。道後温泉行きたいか、愛媛公園にいら2000円。愛媛確かに公園って行ったことない。愛媛行ってみたい。なんか宮島にね泊まるのもめちゃめちゃねあれ人気ですよ。宮島にある旅館があるんですけど、結構そこは宮島の花火大会の時とかなんかもうめっちゃめっちゃ前から予約がいっぱいなんだって、部屋から見れるみたいな。憧れですよね、いつかやってみたい。大晦日はね、年末年が変わる時に宮島で年越しする人とかも結構多い、広島の人は。広島だから県内だからめっちゃ手軽に行けるけど、ちょっとなんていうの、旅行感を味わえるので、宮島、広島県民もめっちゃ行く。ポニョン、そのスケ好きでしょ、そのシーンめっちゃ好きだった。宮島の鳥居はね、そうめっちゃ行ったことあるよ。私はもう小さい頃からずっと行ってるのでね、宮島。
今ならまだ間に合うのかな、わかんないけど、本当にその夏の花火大会の日は旅館がもういっぱいいっぱいなんだって。なんかでも今年はなかったんですよ。あ、去年か、去年は花火大会がどこもなくって、広島あの災害があったからね。でもすっごい綺麗なんですよ、宮島の花火大会。あの水中花火とあの上の花火が一緒に見れるんですよ。でもちょっと前に家族でその宮島の花火に行った時に、渡った時に宮島まで渡ってしまうと帰りがめちゃめちゃ並んじゃって、もうだからこれからはあの渡らない方がいいねってなって、家族でその次の年ぐらいからあの渡らずに内側で見た記憶があります。そう、なんか昼と夜で全然なんか宮島って顔が違ってライトアップとかされるし、雰囲気全然変わるからね。ぜひ行ってもらいたい。宮島に取り残される人いると思うよ、全然めっちゃね並ぶの。京都と宮島に行きたかったの。お、そうなんだ。確かに京都と宮島雰囲気ちょっと似てるかもしれない。京都の方がねいっぱいお店とかあるけどね。名古屋ありがとう。理科の教科書に載ってた、すごっ宮島のしか、私なんかしょっちゅう髪の毛を食べられるので怖いです。そう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 、めっちゃねあ食べられたりするよ、気をつけないと。なんか宮島にね鹿粉ソフトっていうのがあるんだけど、みんな知ってるかな。知ってるかなみんな。そう、宮島にねあるんですよ、鹿粉ソフトっていう、こうこれ鹿粉ソフトっていう名前なんです。しかもソフトクリームになんか鹿の粉っぽいのを散りばめるやつ、麦チョコなの。いやなんか意外に人気なんだよこれ。私はね食べたことないんだけどいや多分ね味的には絶対美味しいの、普通に味的には美味しいんだよ、麦チョコとソフトクリームだから合わないわけがないんだけど。合わないわけがないんだけど、見た目的にねちょっとなんか勇気出なくって、ゆらはまだ食べたことがないんですけど、皆さんぜひ宮島に行った際はね食べてみてくださいすごいよねこれをよく売ったなっていう。でも意外に人気あるみたいだから、まあね面白いから食べてみようみたいな感じかな。みんな宮島の食べ歩きはもう本当にね大好き、超楽しい。まあ、ただ割とね時間が閉まるのが早いから、あんまりみんな夕方からとかおすすめしないかな。一日かけてゆっくり行ってほしいかなって思う。そうなの、揚げもみじ昔はね広島駅で食べれたのになくなっちゃったからね。なんでなくなったんだろう、絶対需要あるのに。宮島まで行かないと。宮島の牡蠣って美味しいよね。いや逆に言ったらな、宮島以外の牡蠣は食べたことがないんじゃけど、めっちゃ美味しいの。なんかしかもいろんなね味とか選べるし、こう食べ歩きで食べる牡蠣がめっちゃ好き。ポケポンありがとう。自分で作るにはもみじ饅頭をそのまま揚げるんじゃなくて、皆さん衣をちゃんとつけてから揚げてくださいね。
甘いんだ宮島の牡蠣。いや広島以外の牡蠣を食べたことがないからわかんないけど、でもなんか千葉に昔住んでたんだけど、私1年くらいその時に見た牡蠣はなんかすごい身がちっちゃいなって思った。広島の牡蠣で慣れてるからかわかんないけど。ミランニスタさんありがとう。わかんない、私正月宮島行ってないの。てか今年あれ行けなかった、初詣行けなかった。まだ間に合う初詣って。りょうぴょんありがとう。宮島の牡蠣はほんまに美味しい。アンナさんありがとう。なんか広島の人はね、割となんて言うんだろう、牡蠣を食べる習性が昔からあるから、なんか子供の頃から、私小学校の頃からめっちゃ牡蠣大好きで牡蠣食べてたんだけど、その千葉とか福岡とかに住んでる時になんか子供でも食べるみたいな話をしたらめっちゃ珍しがられて、貝とか全然子供の時みんな嫌いなのにねみたいな、大人になって好きになるのにねみたいな感じで言われたけど、全然広島の子はね小学校とかのぐらいから全然牡蠣食べるんだよね。マジ初詣行けばよかった。行ってないんだよね。結果15日までは間に合うって聞いたことがあるんだけど、もう24日だから全然間に合ってない。でも福岡に住んでた時はなんだっけ、アサリをめっちゃ取りに行ってた気がする。海岸にめっちゃいっぱいいるんだよ。海岸に行ったらアサリを掘ってる人がいっぱいいんので、そうユラマはいっぱい取りに行ってた。ホリホリホリってしてアサリ食べてた。でもなんか年齢関係ないって言うけど、でも大人になったら子供の時苦手だったものとか嫌いだったものが好きになるっていうのはね、割と結構あると思う。ユラはそれが、ユラはいっぱいあったから、椎茸とかも子供の時はめっちゃ嫌いだったけど今めっちゃ美味しいって思うし、ナスとかもね。だから多分味覚が変わるのはねあると思う、人間大人になるにつれて。そう、潮干狩りだ、潮干狩り。梨狩り行ってない、千葉の時。キノコとかい無理って、子供か。私もでもなんかパプリカとか小さい頃嫌いだったけど、大人になってめっちゃ美味しいって思うし、なんかだから味覚って変わるんだなって思う。椎茸好きよ、ゆら。トマトが苦手な人が多いのって絶対食感だよね。味はだってさ、そんななんか癖の強い味とかじゃないじゃん。多分食感がプシュって感じが苦手なんだろうなって思う。分からんけど、ゆらはトマト好きやけん。ピクルス食べれる食べれる。子供の頃はマックでチーズバーガーのピクルス抜きでって言ってたけど、全然食べれるようになった、大人になってから。大人っていうか、逆にずっと嫌いなものはもう豆系がすごい苦手。グリーンピースとか銀杏とかその辺がすごい苦手。枝豆は大好きなんだけどね。果物を焼くのがちょっと、ああそれはわかるかも。なんか私もあったかいトマトは昔すごい苦手で、でも私とママがなんか卵焼きの中にチーズと何トマトを入れてなんかイタリアン風の卵焼きとか作ったりするんだけど、たまにそれで絶対あったかいトマトとか無理だって思ってたけど、やっぱ食べるとね美味しいんだよね。大人になったらユラ好きになった。子供の時ユラを知らないでしょ。かぼちゃ苦手な方も多いよね。私酢豚にパイナップルが入ってたことがないんですよね。
そう、なんか本格的な中華に行った時に酢豚をなんか頼むほどそこまで酢豚が好きじゃないというか、天津飯とかなんか餃子とかごま団子とかそっち系エビチリとかが好きだから酢豚頼まないから、中華行った時にわかんないんだよね。家の酢豚は絶対パイナップル入ってないし。でも小学校の時に学校で出てきたあのサラダの中にリンゴとヨーグルトが入ってるやつもうマジで嫌いだった小学生の時。まあ、今思うと管理栄養士さんがねたくさん考えて作ってくれた栄養価のあるメニューなんだけども、本当にね絶対食べれないって思ってた。人参はね別に好きではない。でもなんか、ま、あのお味噌汁の中に入ってたりとかサラダの一部に入ってたりとか全然食べれるんだけど、人参だけ生で食べようと思ったらねちょっと無理に等しい。なんで酢豚にパイナップルが入ってんだろうね、謎いよね。なんやねん俺とのカレー。いるんだよ、サラダにリンゴとヨーグルトを入れるっていうなんか風習の学校あるんだよ。酢豚がね小学校時代に出てきた記憶がない。もう小学校の時はとにかく牛乳が苦手で、瓶になった時に初めて牛乳を飲めたけど本当に牛乳が苦手で。もなんか私のね担任の先生がね冷凍みかんがすっごい嫌いな先生だったの。でも私冷凍みかんが嫌いな意味が全然わかんなくって、なんでみかんは食べれるのに冷凍みかんも食べれないのと思ってめっちゃ先生のこと不思議に見てた。生ハムにメロンってセレブがやるやつでしょ、揺らしたことない。タイ料理は美味しいよね。私タイ料理のねあれが好き、なんかカニのやつ、カニと卵みたいなやつ。牛乳苦手だった、だから身長伸びないんだってずっと思ってた。でも本当に牛乳飲んだら身長伸びんのかな。好きだった給食は何だろう、東京千葉に住んでた時はごまラーメンっていうのがメニューであって、なんか広島と福岡の時は米とパンだったんですけど、東京の給食は私が思ったの麺類がめっちゃ多いなっていうのが、週に2回ぐらい麺類があってパスタとかがあって、その中でも私はラーメンが好きだった。広島のメニューだと何だろう、何が好きだったかな。クリスマスのケーキが好きだった。基本的に給食苦手人間だったので。でも昔クジラの唐揚げとか出てた気がする。今じゃ全然見ないけど小学校ね、別に牛乳飲んだところ変わんないっしょ、遺伝だよねって思っていやってなった。小さい頃は身長伸ばしたいってめっちゃ思ってました。いつもこれだったんですよ、あの背の順で並んだ時1番目の人ってこれじゃん、で2番目からが前の習いじゃん。私ずっとこれだったの、なんかいつか前の習いがやりたいって思ってた。え、そうクジラの竜田揚げは私もあったの、でも今はないよね。なんか福岡って前習えって言ったらいつもやーって言って立ち上がってたんですよ。みんな全体進めやーって言ってたので、だから私は小学校1年生から3年生まで小学校は福岡で過ごしてたのでやーが普通の人だと思ってて、でそれをなんか割と年を取ってから県民賞で見てヤーは福岡だけって知ってめっちゃびっくりしたんだけど、福岡はみんな言うんですよ。え、これ知らない
みんな福岡はどの学校でも前に習えやん、全体進めやんって、そう、広がれやんって言って広がってたんですよ。でもそれが福岡だけっていうのを知ってめっちゃびっくりしました。で私広島に引っ越してきた時に前習えやーって言ってやってたら私しかやってなくって、それをへみたいな、うん、広島の人恥ずかしがり屋さんなのかなとか思って、私しかやーって言ってないけど大丈夫かなって思ったら私が違ったっていう、広島はねやーって言わないっていうか、まあ福岡以外は言わないっていう、びっくりしたそれは。あとはランドセルをからうって言いますね。広島だとランドセルしょいんさいやはよとか、ランドセルしょってないよとか言うんだけど、あの福岡だとからうって言うんですよ。初見さんありがとう。黒船さん、 ST のゆらりんです、よろしくお願いします。なんかあとはなんか博多弁でなんとかしとうとみたいなめっちゃ言うじゃないですか。でなんか広島に来てそれを言ったらめっちゃ言われて、みんなからこれどうやったらいいとみたいな感じで言ったらとみたいな、で小学校4年生だからみんななんていうの、まだこうなんていうの、そういうのをさいじったりする年頃じゃん。大人だったら全然さ可愛いねとかね思うけどさ、こいつなんたらとって言っとるねみたいな感じでなんかめっちゃバカにされてすごい嫌だった。でもなんて言うんだろう、人と違うことが好きなタイプなので私は、なんか逆にでもちょっとそれをしめしめと思って、広島弁に慣れてきた頃でもわざと博多弁を使って、え何それ広島の人じゃないのみたいな言われて、あそうなんだよ実は福岡に住んでてねみたいなのを言うっていうのをやってた小学生の時にわざと。博多弁かわいい、めっちゃもう出ないねさすがに。でもなんかその福岡に住んでた時にめっちゃ仲良かった友達がいて、でも最近は帰れてないんだけど、福岡に帰った時にその子の家に1週間ぐらい泊まらせてもらって、そういった時は広島に帰ってきたらもうバリバリ博多弁になって戻ってきてるみたいな。そうわざと言ってた。そうなんか最初の頃はすごいバカにされて嫌だなって思ってたんだけど、なんかみんなからちょっと言われるのがちょっとなんかちょっと嬉しくなってきちゃって真似したりするんですよ、みんながなんたらとーみたいなそれがなんかちょっと心地よくて、わざと何しとっととか言ってから、何しようがほんまなんじゃけどねもう何しようになれとんじゃけど、わざと出したりとかしようと竹ポンありがとう。福岡の鳥皮をもう絶対に人生に一度は食べてほしい福岡の鳥皮。カメレオさんありがとう。あのね、福岡の鶏皮はなんか他の鶏皮とちょっと形が違って、なんかこの形が結構主流っていう形があって、ぐるぐる巻きになってて、そうこれが福岡の鶏皮の形なんですよ。ひでぽんありがとう。めっちゃちっちゃいの。ひでぽんありがとう。めっちゃちっちゃいんだけど、もう本当に美味しくって、もう絶対に人生で一度は食べた方がいいと思う。感動すると思う。普通のコンビニとかで売ってる鶏皮とか広島とかで食べれる鶏皮を想像して行ったらもうね、想像をはるかに超える美味しさで、めっちゃ美味しいから食べてほしい。なんかねいっぱいあるんですよ福岡の鶏皮。ほんとあの塩とタレがあるんですけど、私普段の焼き鳥はとタレ派なんですけど、これは
塩の方がね美味しい。本当永遠にもう永遠に食べれるの。もうね本当に美味しいので、キャベツがめっちゃ合うの。まあこういうのをね、福岡に住んでる人はおつまみとして永遠に食べるんだろうなって。ゆらとかは主食にしちゃうとさ、マジで100本ぐらい食べちゃうの。ちっちゃいくてどんどん食べれちゃうから、だから多分おつまみぐらいでちょっとずつ食べるのぐらいがちょうどいいのかもしれない。めっちゃ美味しいから、みんな福岡に行って食べてみてほしい。本当にマジで美味しいから絶対食べてね。ということで、そろそろカラオケタイムに入りたいと思います。そう、ちっちゃいの結構割と、だからもう一口二口で食べれちゃう。今日のカラオケタイムは博多の曲にしようかな。 HKT さんの曲で何か歌ってほしい曲ありますか？今日福岡の話したからちょっと HKT さんの曲で終わろう。明太子ジュー美味しいよね。あ、最高かよ。鶏皮みんなで食べ、どうしよう、どれがいい？桜みんなで食べた12秒、最高かよ。でもまあ最高かよは最近スタジオ公演でめっちゃやってる、あーやってるからな。出るからな。12秒にしようかな。12秒にしよう。それでは携帯に変えますね。チャラ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 。